久保さん、おはようございます。いやー、やっぱね、結局自己責任じゃないですかね。やっぱ全部、全部。やっぱ自己責任で生きるか、自己責任で生きないか。まあ、これが大きな、あの、人生のね。あの、今回、あれ、勝馬、勝馬勝間さんにしようかな。勝間、んでしたっけ、名前。あの、勝間。 あの、仕事ができる人みたいなシリーズで、シン R25 ですね。僕、シン R25 たまに見るんですけど、できるやつみたいなね。で、勝間和代さん、できる人の定義はたった一つと。ちょっとこれタイトルパクりましょう。勝間和代、できる人の定義はたった一つと。はい、まあ、これまあ、見ていただいても、検索して見ていただいてもいいんですけど。 もう本当に一言でね、ズバッと言ってくれてます。ま,あ、まさにこ,これだけです。まあ、何がっていうと、一言はね、人のせいにするっていうね。<laughs> もうシ,シンプルにパーンって言ってますからね。あ、まあこれです、みたいな。ズバーンみたいな。でも若い時はでもそれができなかったっていうことも言ってたんで、まあそのストーリー性がね、じなんでそういう考え方になってったのかっていう、そのストーリー性もちょっと言ってくれてるので、非常にいいと思いますよ。 いや、僕もじゃあ最初から、まあ人のせいにするっていうところで、多分みんな人のせいから入ると思うんですよね。一番最初から。ま、なんか、そっちの方が楽なんで。うん、あいつが悪いとかね。いや、僕やってないですよ、と。あの人が、みたいなね。うん、とか、なんかまあ多分そんな、僕もそんな感じだったんですけど、勉強してビジネス勉強して、あ、これだったら自分のビジネス成長させられないなってね。これだと自分の収入上げられないなと思ったんで、あの、学んで、 まあ人のせいにしない自、自己責任になる、するっていうところになってきましたけどね。だから多分自分でビジネスをする、自分で何かをこうやっていくってな、まずその他ポジショニングにならないと、多分考えないかもしれないですね。うんだって人のせいにしてたのは本当は楽なので、楽じゃないですか。俺責任ないよと。超楽じゃないですか。いや、相手あいつが悪いんだよと。久保が,がね、なんか久保がね、 あ仮想通貨上がるとか言って買ったからね、あの、あいつが悪いんだと。俺は騙されたんだ。って言ってた方が楽じゃないですか。超楽ですよね。自分の責任じゃないから。うん。だからそっちの方が楽なんですよ。でも成長はしないです。言ってらっしゃい。